ザ・五十回転のロックンロールやるぞ。はい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 、はい、出てまいりましたよ、はいはい、50回転ズが、うん、アトさんのお力で、はい、俺たちのまだ見ぬ名盤、はい、触れていこうという、はい、まあ、ありがたい企画ですが、はい、前回、はい、スライ&ザ・ファミリーストーンのライフ、はい、名面、うん、早喋って、うん、よかった、めちゃくちゃ良かった。こんなに挑まなかった。かっこいいね。というのは、うん、僕はね、もっとなんていうのかな、あ、近代のファンキーなもの、うんうんうん、と捉えてて、なるほど、間違え、あの、ミスアンダーストッドしてましたわ。お、ところが聞いてみると68年リリースやし、うん、なのでサウンドもね、俺たちの大好きサウンドにのど真ん中ですわ、うん、そうね、ほんで曲にしたってゴリゴリのそのあの感じですわ、ね、JB も感じるし、うん、まあ、ロックンロールのすら感じる、はい、これをなぜ外してきたかね、我々、うん、まあね、その後悔とともにね、ファースト、まあ、サイド1、うん、聞きましたけれども、これアルバムとしては何枚目なんやろ、ライフは、まあ、このインフォメーションをね、うん、チェックしながら、もう早速行きたいんです、行きますか、最近溝職人してないけど溝職人紹介、いやでもね、あ、今回ちょっと長尺の曲が5曲入ってますね、うん、そしてこのレコード前の持ち主が割と指紋つけても大丈夫だった派ですね大丈夫派の持ち主ついてますか、だいぶついてます、ね、わずかに見えるこのホコリ、うん、畳の可能性もあるんで、和室済みだった可能性あります。そんなことを見ろと言ってるわけじゃないですすいません、あ、でもあれじゃない、1曲目から、1曲目から何、兄弟曲じゃない、あ、メイリアス、うん、レッツゴー、うん、お、メリさんの羊違うわ、やたらウケてるけどもうこっちまでなんか楽しくなってきちゃうな、釣られる、へえ、なんかちょっとこうラブ&ピース、うん、だって68年のサンフランシスコやからね、うん、自由な空気ですよこれ、ちょっとサイケも感じる、いやもっと俺はあれやね、開けた感じがするね、うん、うん、このコード進行いい、ほらちょっとさ、大所帯の豪華な感じにするためか、うんうん、シンバル結構こうさ、あ、でちょっとこうこっち系のシンバルを連想させる作りになってない、はいはいはい、鼓笛隊というかさ、あ、うん、あ、特に、まあ、頭で思ったけど、なるほどね、なんていうのかな、あの、え、あのサイド1で感じたさ、うん、ジャクソン5もそうやけど、うん、なんかね年齢層低い子も、うん、なんか楽しめるような作りになってない、そうね、ちょっとこう例えば子供番組のエンディングテーマとか、うんうん、まあ、モータウンとかにも通じるようなプレイヤーの凄さはすごいのに、うん、
この作りのせいですごいなんていうかポップでほんわか、分かりやすい、明るいムード、分かりやすく、うん、開けた感じ、うん、パーン。いいね。そう、ほら、いいね。やっぱりちょっとね、うん、マーチングじゃないけど、うん、そういう感じ。自した。聞いてなかった。おお、かっこいい。ラブシティ。かっこいいね。なんて？ラブシティ。ラブシティ、うん、ラブシティね、うん、一転してちょっと大人なタイトルやね。ねえ、ドラムええ音しとんな。かっこええな。なんかこの結構切り裂くようなスネアバシッと、あー、いいね。な、あの響き線がバリってなってんのがかっこいいね。あと謎の割れまくったギターかオルガンかわからんけど、あのベー、あ、これがファンクだともし言うのなら、うん、僕はファンク好きやね、うん。スネアとバスドラがそんなに変わらん。いや多分これね、うん、ステレオでシングルとか聞いたら、うん、多分ロー出てるやん。あ、なるほどね。だからそんな感じちょっとするよ、うん、ちょっと音量が足りだってベース結構ロー出てるもん。そうね、キックより下にベースが配置されてるミックスかもしれんけど、うん、キックも結構その出てるような気するけどね。ちゃうんかな。うん、出てそうやけど。ええ音してるバスラがおるのはおる、うん、でベースの方が低いよ、うん。かっこいいね、うん、素晴らしい。いや俺こんなスネアの音ええな。ええよな、特にこれぐらいのテンポでな、うん、いいな、かっこいい。テンポもいい、曲のもう尺もちょうどええ。3分以内で終わるというね。この最高、飽きる前に終わる。うわベース、アイムアンアニマル。ああギターもええ音しとるぞ。うまいな。このさ、ジャズとかでもよくさ、うん、ジャズのウッドベースの人って、手ドンドンドンってやるやん。手、うん、ドンドンが、うん。あの手がね、うん、ベースとギターにもあるね。あれで多分、なんかこう、ステディじゃない、うん、なんか跳ねた感じがするんかもね。手ドン。でドッ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 。なるほどね、そういうとこかな。今のんとか、うん、ギターギロ入れな、ほら、うん、ドルッとかな、うん、ああいうのがね多分白のノリを生むんじゃないかな。そうね、シンプルにやってても、うん、何もしないもんね、うん、それ以外。
だって後ろだけドラムだけ聞いたらさこんな感じに聞こえるで、うん、まあほんまはもうちょっとあるんやろうけどな、トン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 に聞こえるやん、そこでベースとギターがドドッドドッってやるとこんな感じになるんちゃう、うん、まあそれだけじゃないやろうけど、おおかっこいい、でスネアのポジションにさ何がなっても後ろにおるね、ごっつーほらまあ、リンゴスターかと思ったわ。うん、かっこいい。素晴らしいな。これアニマルを表現してるのかな。そうなんかな。あ、俺はアニマルだ。うん、I'm an animal. I'm an animal. なんか直接的な表現やね。いいね、わかりやすくて、まあ、俺は男だみたいなさ、森田健作じゃないけどさ。I'm an animal でした。いいね、なんかセカンドミーニングなさそうでいいね。ま、レディー、もうかっこいい、かっこいいね、うん、これ沢田賢人みたいな。これ時を歌ってる時の歌ってんな、これは、うん、シスコ歌ってる時のスライちゃん。あ、この感じ、ギターはね、うん、俺の思ってる、はいはいはい、イメージしてたファンク、まあもっとね軽い感じやけど俺がイメージしてるのは、うんうん、チャキチャキ、ドラムええ音したんだなあ、ベースもえらいことになったの。ベースが大事やね。うん、かっこいいね、これは踊れる一枚ですね、すごいね、すごいな今の。違う感じのベース来たぞ、あー戻ったか、あ、これファミリーの皆さんちゃん、同じ人が乗ってるから誰が誰か分からんけど、うん、これも開けた感じあるんよな、うん、素晴らしい、うん、60年代の音しててこのファンキーさ、うん、うん、知らんかった、最後の曲、ベースがうまい、ベースがすごいな、うん、音がすごい。ジェーン is a groupie。
この感じで終わるんや。渋い曲で締めに来たな、だいぶかっこいい、かっこいいめの。いやでも結構ロックめの曲やっぱりオマージュしてるウルフルズ思い出す。いや間違いなく影響を受けてるよね、うん、俺たちの浅い知識ではもうその辺がすぐ出てきてしまうな。でもギターも目立たんけどええなあ、いいね。うわーこれで終わるんかねえ、うん、意外にすごい。はあ、面白かったこれ。すごい、すごい面白かった。かっこいい。すごいですね。ノーチェックでしたな。やられた。素晴らしい。うん。結局メンバー何人おるかは分かってないけどね、僕の中では1、2、3、4。ここに載ってんのは7やな。ああそう、うん。じゃあそのアルバムは7名かな。なんかな。いやー、ロックンロール、うん、ファンクって言うてもどうなんでしょうね。なんかそのやっぱ60年代の香りをまとったファンクね。ファンクってこんな感じ、うん、なんやろうな。だからまあでも、ファンクの初期の感じっていうのかな。いやーロックンロールにしか聞こえんかった。うん、でも最後の曲とかめちゃめちゃロックやし、いやどこを撮ってもね、そのもちろんそのエルヴィス・プレスリーと区別がつかんというわけではなく、俺のレコード棚の中ではロックンロールに入れたい。あまあ、リズム&ブルースとかね、細かく言えばいろいろあるし、うん、これはファンクのアルバム名盤として呼ばれとんだろうけど、うん、いやー面白いなー、うん、ね、ギターが一回もガーンって言わんし、なんか確かに基本的にみんなシングルなんよね、うん、あの単音、あーベースも、ね、ギターも、うん、でコーラスが混ざる時だけコードになるみたいな、うん、それであんだけこう広がり感というかファーっていう感じ、うん、時々なんかすごいエフェクト入ったりとかね。面白いし、あのなんていうんかな、ガンっていうガッツもあるし、うん、そうチキンみたいなさ、うん、アイディアもあるし、うんうんうん、ケチのつけようがないです。素晴らしい素晴らしい、もう買う。お買い上げでこれ買います。これアトスさん あの社員さんの私物かな、これ買いたいぐらいやないけど。いやよかった、うん、2人どうかな演奏的に。もうベースじゃないですかやっぱり。いやーベースやな、うん、すごかったね、これはベースや、恐ろしくかっこいい、うん、これはね、もちろんどの音もいいんやけど、うん、なんかいや肝はベースやね、うん、音が音数手数が多いっていうよりはそのなんていうの、弾いてないとこで踊らせるみたいな、こう
全部はやらない。あれ何曲目やったっけ、1曲目のダイナマイトか。あ、なんかすげえ弾いてない曲あったね。もうね、もう 俺がベージュやったら弾いてしまう。ですよね、踊ってんねやろなきっといや、あそこで弾かんかねと、うん、でも弾かんのがまた踊れるつか、すごいな、ドキドキしか入らぬ、負けたっていう感じだね、うん、あれはすごい、あれはすごいね、やっぱ給付使いがうまい、ね、ラリー・グラハムさん素晴らしいね、うん、すごいギターだってかなりもう本当弾かんところは弾かん、うん、つまりあの体ごと楽器ごと弾いてる、あの奥に、うん、で、まあ、必要な時だけ出てくるみたいな、うん、でどうやってから変えるっていう、うん、来たでええよで、うん、なんかもう結構極致やね、ねえ、なんか奥義が詰まってる ね、かなりバンドアンサンブルっていうものに対する考え方として、うん、ドラムも別に別段何もしてないせやね、でも分解ね、例えば楽譜とか見て別段って感じだと思うんだけど、ダッツ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 ってやってるだけやね。でその奥に何かを感じながら叩くダツダツと、うん、もうトンチンカンのアンポンタンが叩くダツダツとは違うんやというのが譜面上一緒でもよくわかる、うん、こんなもん見せつけられたら何も言うことあれへんこれアトスさんで聴かせてもらったアルバムの中でもトップクラスにこう何て言うかな、ポテンシャルの、うん、なんつうの、負けた感が強いでそれはいろ全部名場やからね、勝った負けたじゃないし、もう俺たちと比べること自体お前ら舐めとんかと言われても仕方ないけどね、こんだけ違うとね、うん、同じ楽器でも、うん、考え方が多分違うんやと思うよね。なるほど考えてるわ、考えてる、うん、考えてる、でも、うん、これもかっこいい、うん、例えば弾いてます、いろいろあの、間引いてます、うん、プレイとして、はい、ただ俺たちは例えばベースで言うと A の音だけ、うん、ドドドドドドドもかっこいいと思う、うんうん、あまりにも違う世界で、でもこんなにガツンとやられること体験ってそうないと思うねんけど、確かに、ね、やっぱりやっぱりなや、ね、言葉が出ない出ないよ、言葉が出ない、やっぱすごかった、うん、だから音楽やってるやからね、あーでもいいね、いい体験でしたね、うん、でも音楽知らんっていうのはいいことやね、うん、こんなさ、もう音楽何でも知ってる人になっちゃうとさ、うん、こんな体験がもうできないわけでしょ、そうやね、うん、若い頃に世界中の名盤聴き漁ったりしてたらちょっと楽しみが減っていくかもしれないな、まあ、まあね、あとは自分が好きな方面をこうディグっていくという楽しみが残ってるにせよ、うんうん、こんな世界でもね、誉れ高い名盤を逸してくるっていうのは、ね、人生においてねこれはね、アトスさんのおかげやから思うけど、うん、よかったね結果的に、うん、まあ、というわけで50回転ですが、はい、俺たち あの感覚で聞いたら、まあ、すごすぎるというアルバムでしたスライ&ザ・ファミリーストーンのライフ、はい、名盤でした、最高です、これもうファンクの真似事をふざけてやるのはやめようやるとしたら真剣にやろう、うん、まあまあ、その真剣にふざけるとかね、ただね、これ聞いてふざけて面白くなる感じがしない本物を知ってしまう、本物がこういう形であるわけですよ、あーってなるね、なんか、うん、おちゃらけてやるつもりはないで、うん、まあやる以上は、うん、これと違った良さをさらに見せるっていうことが、うん、ちょっと今僕の頭で想像できないです、うん、あまあそれぐらいのアルバムに出会ってしまったということで、うん、3人1人1枚ずつ、はい、ね、買いましょう、はいそれが決定してしまいました今回、はい、素晴らしい体験でした、ありがとう本当に、スライさん、はい、スライさんのご家族、はい、そして、ミュージシャンの皆さん、本当に素晴らしいアルバムをありがとうございます。というわけでお送りしましたのは朝50回転で聞きましたスライ&ザ・ファミリーストーンのライフでした、素晴らしい、チャンネル登録お願いします。楽器教則 DVD シェアナンバーワン、アトスインターナショナルのギターレッスン見放題サービスがスタート。 DVD で人気の映像が100本以上見放題、アトスギターレッスン、今日からあなたもギタリスト。